こっちには何があるんだ？こいつは…おいおい、近づいて大丈夫なのかよ。間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえている。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム、仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。すげえ、不思議空間だな。不思議…ま、こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中…思い出の世界。ええ、あなた…思い出の世界…聖火の塔、かつてあなたたちがそうした。だ、思い出の世界メモリアはあくまであなたが体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験…
失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時、言ったよな。お前を超えていくって。ちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出のな、すごいわね。本物の菜の花の港町と。ここはアラバスタというのね。どんな冒険っては具体的に。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやった。そうだな、バロックワークスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐためにと。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒して。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのが。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。待って、まだこの世界はあなたたちの記憶で作られているけど。どういうことだ。ここは俺たちの記憶で作ら。だからよ、記憶って曖昧なもの。それにこれから起こる出来事も。え？そりゃ簡単に言うと、あなたたちが強くなった分。そうなの。俺たちが強くなった分。でも待って、今の私たちって。ええ、そのとメモリアを作っているキューブは完全なあなたたちからと。つまりあなたたちは不完全な状態。そんな。それでもマジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここはあの時の。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここはあの時のアラバスタはいつの頃の世界だ。まず、それをすることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことなら、この中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。
ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？
クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで。あんたたちが後先ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。この先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。クロカント、美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたな、メリー。よし、船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間、おい大丈夫か？ハルが、ハル、お前お腹が痛いのか？いいな、熱もな。おいおい、チョッパーにきっとアラバスタ得意。おいお前、この症状に違う。そうか、
前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に探すなら町の中心にある広場だな。行こうみんな。俺医者としてこいつのこと待ってろ。すぐ急ぐぞ。広場があるのはここ。おかしな病気ね。診断しても何もわからないだな。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだお前だな。菜の花中の薬を持って行ったのはキュービ。黙れ。俺は国王様の命令。いいから待ち。うるせえ文句なら。こいつ本当はバロックワークスのくせに。あくまで国王軍。大丈夫だチョッパー。どうすんだ。ブホン。いやすまない、今のはお前を試したんだ。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るよ。何。いいからここビリオンズ。それならそうと早く言ってくださいよ。見てください。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえです。薬は簡単に手に入れられそうだけど。繊維がこう言ってるがどうする。ぶっ飛ばして薬を全部取り替える。おう覚悟しろよ。ゴムゴムの任せな、俺が仕留めてやる。肩慣らしといくか。しょうがない、やりますか。
さっぺたんだ。ぶった切る。一刀流シッソンソン。まだだ。行くわよ、サイクロンゲンボ。俺は負けねえ。少年場だ。一刀流シッソンソン。まだだ。いさっぺたんだ。まったく俺よし、これで薬は全だけど、薬をどこにか。そうだな、それにこの中のどの。の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、よかったの？私たち、以前とずいぶん行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。私の出番ね。やってやるぜ。任せろ。よっ。さて。やるぜ。クロカプト。クロカプト。うら。クロカプト。おいおい、ほんとすまんな。実はそうだったんだ。腹が減ってるな。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし。悪かった。だがアラバスタじゃ俺水や食料が簡単に手。そうか、事情は分かったよ。だから悪かったって。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先のザキ。あきれた。
とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも。ああそうだ、ついでにこの鍵、門の前にあんたたちが戻るのを待っている間に。いや、それなら。あら、おい、こんなとこで寝る。とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。よっ、言った。ダメだ。ナナ、この鍵、おま…おお、それ…じゃあ、早速も…ああ、すぐ開けるから…さあ、開いたぞ。あれ、この…レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する、あと砂漠を進むことになるから。シッシッシ、じゃあ先に食い物集めだ。お前な。よし、行くぞみんな。初めて見たわ。あなたもしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。本当か？おい！なあ！
だ。ゴムゴムのガソリンだ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。一刀流シッソンソン。わかねえよ。行く。トレインタフルール。
おう、わかった。おいおい。はあ。おお。おお。そうか。よっしゃ。俺は負けねえ。お前らに任せ。ゴムゴムのガソリンだ。あ、すげえのが来るぞ。あ、私以外を狙ってよね。引かねえなら切るまでだ。存分にやらせてもらうわ。強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。この力があれば大使用のせいか。私の予報は力が戻ってくるのか。このキャプテン、わからねえな。ありがとう。うわー、感謝する。嘘でしょ。はあ、やれやれ。はあ、そんなことって、そうかしら。いやはや。はあ、ダメに決まってるでしょ。違うな。何が言いたいのよ。ナミ、なあなあ、ナミさん、わかったから。もう、やれやれ。やってやるぜ、クロカプト。言った。